今日も一日お疲れ様でした。フリーアナウンサーのイです。このチャンネルはすやすや眠れる朗読をお届けしている睡眠朗読専門チャンネルです。今回はご好評いただいている日本人が知らない日本昔話集です。様々な地域で伝えられている 珍しい日本昔話を選びました。心を込めて朗読します。よろしければ、お休みになる前にチャンネル登録をお願いいたします。そして、感想やご希望など、コメント欄にてぜひお聞かせいただけますと励みになります。では、今夜もゆったりとおやすみなさい。 売り盗人。むかーしむかし、かじゃどんという売り作りの名人がおりました。今年もまた大変よくできて、どれも大きく、形もいいし、色艶も上々です。おまけに、 その美味しさと来たら、ほっぺたも落ちそうなほどです。いやこれはありがたい。と、大喜びしていましたが、さあ大変。誰かが、よ舞いよカジャドンの畑に忍び込んで、大事なウリを盗んでいきます。 それも、選びに選んで、よく売れた大きなやつばかりよ。さてもさても憎いやつじゃ、せっかくの売りを、こう次々と取られてはかなわん。と、見張り小屋を作って見張っていましたが、あくる朝に調べてみると、また、 盗まれています。狐やタヌキの仕業ではありません。これは確かに人の足跡じゃ。なんとか一工夫せにゃならん。えーっと、えーっと。カジャドンは、あれやこれやと考えたあげく。おお、そうじゃ。 おいてが人ならば、それがよかろう。にこっと笑って、さっそく仕事に取りかかりました。まず自分の背丈ほどもある大きなわら人形をこしらえて、それに服を着せ、頭に傘をかぶせると。 売り畑へ担いで行って建てました。うん。これでよし。かかしどの畑の番を頼みますぞ。と、かかしに頼んで帰っていきました。これを見た村の衆は、すすめやカラスじゃあるまいし、 人間が盗むというに、ここしに番をさせて何になろう。売りぬすっとがやってきてもポカンと見ておるのが関の山というもんじゃ。カジャドンは知恵者と思うたが、無駄なことをするもんじゃ。あははは。と、あっちでもこっちでも大笑い。 ところが、カジャドンの方は、ありがたや、村の衆が笑うてくれたおかげで、今夜はうまくいくぞ。と、ホクホク顔です。そうこうするうちに、夜になりました。夜もだんだん吹けてきて、空には星一つありません。泥棒には、 持ってこいの夜です。思った通り夜中になると黒い影が現れました。そろりそろりと四つんばいでカジャドンの畑の中に忍び込むと。なるほど、これは村の衆の言う通りじゃ。 確か、かかしの立っておるこのあたりが、特別売りがようなっておる。なんとも良い匂いじゃ。うまい匂いじゃ。うひひひひひ。と、手探りで一つ取って味見していると、いきなり、背中をぽかり。な、なんじゃあたりをきょろきょろ見ていると、 今度は、お尻をぽかり。叩かれた後ろを見てみると、なんと、かかしが動いています。そして、そのかかしが、いきなりげらげらと笑い出しました。お、おう,う,う、お化け泥棒は、慌てて逃げ出しましたが、 ウりにつまずいてすってんころりん。いやい、オラが畑の売りヌすっとめ。かかしはあっという間に泥棒を捕まえました。そしてかかしは大声で、おーい、村の衆、捕まえたぞ。わめきたてると、 あっちからもこっちからも村の衆が走ってきました。おう、カジャドン、ウりヌスッを捕まえたのか。なーに、しカ,カシが捕まえたのじゃ。言われて村の衆はびっくり。なるほど、お前はかかしのカジャドンじゃ。 そうじゃ、苦労なってからは、わしが欠かしになっておったのじゃ。えへへへへへ。かじゃどんも村の衆も、大笑いしました。おしまい。ごろうと、かけわん。 昔々、太郎と次郎と五郎という三人の兄弟がいました。ある日、父親が三人に言いました。そろそろこの家を誰に継がせるか決める時期だが、誰に継がせるのが良いのかわからん。 そこでお前たちはこれから三年の間、役に立つことを習ってこい。一番役に立つことを覚えてきたものに家を継がせよう。そこで三人は家を出て行きました。長男の太郎は弓の名人に弟子入りをしました。 次男の次郎は、えぼし作りの名人に弟子入りをしました。えぼしとは、えらい人の被る帽子のことです。三男の五郎は、野原に住む貧乏なおばあさんと出会い、おばあさんが苦労をして生活しているのを知ると、 おばあさんの生活を助けるために、おばあさんと一緒に暮らしました。三年間、おばあさんの世話をしたゴロウは、おばあさんに小さな欠けたおわんをもらいました。三年間働いたお礼は欠けたおわんか。 ゴロウは家に帰る途中でもらった掛けわんを捨てました。ところが掛けわんはゴロゴロと転がりながら、五郎を待て、五郎を待て、とゴロウを追いかけてきて懐に飛び込んだのです。ゴロウは気味悪くなって、 お寺の石段の隅に掛け碗を置くと、おもしに上から石を乗せました。そして逃げるように走り出しますが、掛け碗はゴロゴロと転がりながら、ゴロを待て、ゴロを待て、とゴロを追いかけてきて、 ふところに飛び込んだのです。どうもこのかけわんには、不思議な力があるに違いない。そう思ったごろうは、かけわんを持って家に帰りました。さて、ごろうが家に帰ると、たろうもじろうもすでに戻っていました。 父親は村の長者も呼んで、三人の息子が何を習ってきたのかを尋ねました。まずは太郎が答えます。私は弓を射ることを習ってきました。次に二郎も答えました。私は烏帽子折を習って参りました。 上の二人は立派なことを習っていましたが、ゴロはおばあさんと一緒に暮らしていただけなので、何も習っていません。困ったゴロが口をもおもごさせていると、懐に入れた掛け腕がゴロの声で答えました。 私は、泥棒を習ってきました。なんだとよりにもよって泥棒とは。お父さんは怒りましたが、長者は笑いながら言いました。それならゴロ、今夜うちの屋敷から金の箱を盗んでみなさい。 見事盗めたら、金の箱をやろう。しかし盗めなかったら、泥棒としての罰を受けるのだぞ。五郎の代わりに、掛け湾が答えました。わかりました。もし盗めなかったら、泥棒としての罰を受けましょう。その夜は、雨でした。 ゴロウは、長者の屋敷の前で、呆然と立っています。どうしよう、俺、泥棒なんてしたことないのに。長者の屋敷では、屋敷に入ってきたゴロウをすぐに捕まえられるように、明かりをつける火打ち石や火吹きだけを持った使用人が、 屋敷を守っています。しかも、雨が傘を打つ音がバラバラと響くので、ゴロがどこにいるのかすぐにわかってしまいます。ゴロは懐の掛け碗に尋ねました。おい、どうするんだ このまま屋敷に入ったらすぐに捕まってしまうぞ。すると、懐の掛け腕がとなるように言いました。俺を屋敷の中に放り込め。うん、わかった。五郎が掛け腕を屋敷に投げ込むと、掛け腕は 使用人たちが持っている皮膚けを笛に変え、火打ち石を金に変えました。そして、かけわんは縄を見つけると、長者夫婦をあっという間に縛り上げてしまったのです。泥棒だ早く捕まえろ 早く明かりをつけろ長者の言葉に、使用人が火打ち石で明かりをつけようとしたところ、チンチロリン、チンチロリン、と、火打ち石にすり替えられた金が鳴りました。そして、使用人が火吹きだけを吹くと、火吹きだけは、 笛になっているので、ピーヒョロロ、と、賑やかになりました。チンチロチンチロリン、ピーヒョロ、ピーヒョロロ。まるで、お祭りのような騒ぎです。何を遊んでいる早くつけろ早くつけるんだ 長者は、早く明かりをつけろと言っているのですが、それを聞いた馬の番人は、金の箱を馬につけるのだと勘違いをして、大急ぎで馬に金の箱をつけました。旦那様、金の箱を馬につけました。 馬の番人が長者に伝えようと駆け出したその時、掛け腕が馬の手綱を引いて、屋敷の外へ飛び出したのです。突然、屋敷から飛び出してきた金の箱を乗せた馬と掛け腕に、五郎は何が起こったかわからず、おろおろとしています。 そこへ、使用人に縄を解いてもらった長者が、使用人と共に現れました。なんと長者は悔しがりましたが、すぐに、にっこり笑うと、ゴロに言いました。ゴロ見事じゃ。約束通り。 その金の箱はお前にやろう。そしてお前が家を継げるよう、親父様にわしが口添えをしてやろう。だが、泥棒はこれっきりじゃぞ。その後、長者の口添えで五郎が家を継ぐことになったのですが、五郎は家を継ぐのを、 太郎と二郎に譲り、長者にもらった金の箱と掛け腕を持って野原のおばあさんのところへ行きました。そして掛け腕とおばあさんと一緒に幸せに暮らしたということです。おしまい。 おかみすり。むかしむかし、ある山寺に、とてもばか正直な小僧さんが、おしょうさんと二人で住んでいました。ある日のこと、小僧さんが掃除をしていると、おしょうさんが帰ってきました。 おしょうさま、おかえりなさい。おほん。掃除は隅から隅まで丁寧に時間をかけてな。くれぐれもすぐに終わってはいかんぞ。おしょうさんはそう言うと、自分の部屋へ向かいます。そのとき、おしょうさんは財布を落としましたが、気がつきませんでした。 このごろのお坊さんは、魚を食べてはいけない決まりになっていました。ところが、このおしょうさん、川魚のあゆが大好物です。だから、今日も一人で、こっそりあゆを食べようと、小僧さんに会いたのでした。まったく、 鮎という魚は、姿といい香りといい味といい、天下一品じゃ。おしょうさんは、懐から取り出した鮎を見て、にんまりです。その時、障子が開いて、小僧さんが顔を出しました。おしょう様、ま、財布を、 あれお嬢様は、魚を食べているのですかいやその、こ、これは魚じゃないぞ。では、何ですかうん。これはな、オカミスリというもんじゃ。オカミスリって、 あの、頭を剃るときのでござりますかそうじゃ、わしはこのおかみすりが大好物でのう。おしょうさんはそう言い訳をすると、美味しそうに鮎を食べました。さて、次の日、こそうさんは、 放置に出かけるおしょうさんのお供をすることになりました。そうだ、いただいた傘を持って行って、大事にしているところを見せんとな。雨も降っていないのに、おしょうさんは小僧さんに傘を持たせました。では行くぞ。はーい。 おしょうさんの乗った馬の跡を、小僧さんは傘を抱えてついていきます。小僧や、川だ。馬に乗ったおしょうさんが大きな川を渡ると、小僧さんも一生懸命に追いかけました。小僧さんがふと川の中を見ると、 たくさんのあゆが泳いでいるではありませんか。小僧さんは前をゆくおうさんに大声で言いました。おさ様、いつも食べておられるおカミスリがたくさん泳いでおりますよ。お嬢様好物のおカミスリが。それを聞いた旅人が、 おかしそうに顔を見合わせました。おしょうさんは慌てて言いました。バカ者、何を寝ぼけておる。さあ、急ぐぞ。あ、はい。それからおしょうさんは後をついてくる小僧さんにこう言いました。 いいか、何があっても余計なことは言わずに黙ってついてこい。はい。小僧さんは首をかしげましたが、黙ってお嬢さんの後をついていきました。しばらくすると、また川がありました。小僧、川に物を落とすでないぞ。 そういうおしょうさんが、川の途中で、タバコ入れを落としました。あ、タバコ。言いかけた小僧さんは、慌てて口を押さえると、流れるタバコ入れを見送りました。危ない危ない。おしょうさんに何が起きても黙ってついてこいと言われたばかりだ。 しばらくすると、馬から降りたおしょうさんが言いました。小僧よ、ここらで一服をしよう。道端の石に腰掛けたおしょうさんが、タバコ入れを探しました。はて、タバコ入れがないぞ。お前、落ちたのに気づかなかったか はい、それが、タバコ入れは二つ目の皮でポチャンと落ちて、ぷかぷかと流れていきました。なんと、それならなぜすぐに拾わないんだ。はい、拾おうと思いましたが、おしょうさんに何が起きても黙ってついてこいと言われたので、おしょうさんは、 小僧さんを怒鳴りました。バカ者これからは馬から落ちたものがあったら何でも拾うんだいいなおい一休みをした二人はまた出発しました。報じのある家まではまだまだ長い道のりです。 そのうち、おしょうさんが乗った馬のお尻から、ぽた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 と、糞が落ちました。それを見た小僧さんは、おしょうさんの言葉を思い出し、そうだ、馬から落ちたものは何でも拾わないと。と、持っていた傘を広げて、落ちてくる糞を受け止めました。 ほい。いや、これよ。次から次へと落ちてくるぞ。その声に気づいて、後ろを振り向いたお尚さんは、小僧さんが傘を広げて、馬の糞を受け止めているのを見て、びっくりです。バカ者大切な傘で、そのものを拾うな 全部川に捨ててこい。でも、馬から落ちたものは何でも拾えと、おさ様が。馬鹿正直にも程があるわ。いいから全部捨ててこい。はーい。小僧さんは川の方へ走っていくと、川で傘を洗いながら首をかしげました。 おしょうさまが言う通りにしているのになんで叱られるんだろう。そのとき、きれいに洗った傘の中に、川を泳いでいたアユが入ってきました。川岸で見ていたおしょうさんは、そのアユが欲しくてたまりません。見事なアユじゃ、小僧のやつ。 あのまま愛を持ってこいよ。おしさんがそう思っているのも知らず、小僧さんは、きれいなおかみすりだ。けど、おしさんは全部捨ててこいと言っていたから。そうだ、全部なら、傘も捨てないと。というと、大切な傘も、 川に捨ててしまいました。それを見たおしょうさんは、がっかりです。ああ、わしの大好物のあゆばかりか、大切な傘まで捨ておるとは、とほほほ。傘はどんどん流れていって、ついに、見えなくなりました。 おしまい。狼の眉毛。むかーしむかし、あるところに、とても心優しい男がいました。心優しい男は、悪い人に騙されて借金を背負い、 とても貧乏な暮らしをしています。食べるものを買うこともできなくなった男は、ちょうど夕ごはんが終わった頃になると、近くの家へ鍋を借りに行くのでした。たびたびすみませんが、鍋を貸していただけませんか かまわないけど、まだ鍋を洗っていないんだ。もう少し待ってくれるか。い,いえ、おかまいなく、こちらで洗ってお返ししますから。こうして、男は、まだ洗っていない鍋を借りては、きれいに洗って返しに来るのです。ある日のこと、 男があんまり鍋を借りに来るので、鍋を貸した家の人がこっそり男の様子を見に来ました。すると男は洗っていない鍋にお湯を注いで鍋をこすり、その洗い汁を夕ご飯に飲んでいるのでした。 そのことは村中に広まり、どの家も鍋を貸してくれなくなりました。子供たちにも、いやーい貧乏人、いやーい鍋こすり、と悪口を言われる始末です。男は自分の生活が情けなくなりました。 子供たちにからかわれても仕方がない。人様が食べた後の鍋をこすって生きているなんて、なんと恥ずかしい生き方だろう。これ以上、恥をさらしながら生きたくない。男は、今まで鍋を貸してくれた家々に、お別れの挨拶に行きました。 今までお鍋を貸してくださってありがとうございました。私はこれから遠いところに旅立ちます。お目にかかるのもこれで最後ですが、今までよくしてくださったご恩は決して忘れません。すると最後に鍋を貸してくれた男が、 鍋をこすって洗い汁を飲んでいると村中に言いふらした男が自分のしたことが気まずくなって男にお米を分けてくれました。男は頭を深く下げるとそのお米をありがたくいただきました。 家に帰った男は人生最後の食事だともらったお米でおにぎりを作りました。この辺りの山には人食い狼がいると言われています。男は狼に食われて自分の情けない人生を終わりにしようと思ったのです。 その日の真夜中、男はおにぎりを持って山を登ると、大きな木の下に座り、人生最後の食事のおにぎりをゆっくりと味わいました。そしておにぎりを食べ終わると、大きな声で叫びました。 狼よ、わしは人様のお鍋の洗い汁を飲むような情けない男だ。これ以上、もう生きとうない。どうかわしを食ってくれ。すると、周りの草むらがガサゴソと音を立てました。狼が来てくれたか。 男は目をつぶると、狼が食べやすいように、大の字になって寝ました。ガサごその音がだんだん近づいてきて、男の周りを取り囲みます。いよいよわしの人生は終わりだな。できれば痛くないように食ってくれよ。 しかし、狼たちは、男を食べるどころか、その場から離れようとしています。男は目を開けると、立ち去ろうとする狼たちに言いました。狼を、わしを早く食ってくれ。わしは生きていても仕方がない男だ。すると、 一匹の立派な狼が男の前に現れて、男に人間の言葉で言いました。我らが食べるのは心の悪い人間だけだ。お前は貧しいが、その心はとても優しい。だから我らはお前を食べない。 でも、わしはこれ以上生きとうない。情けない生活は嫌じゃ。男が泣きながら狼に言うと、立派な狼は自分の眉毛を一本抜いて男に差し出しました。この眉毛をやるから自分の村に帰れ。 花狼は仲間と一緒にどこかへ行ってしまいました。ああ、わしは村人たちだけでなく、狼にも嫌われたか。男は仕方なく狼の眉毛を持って山を下りると。 自分の村に帰るのは恥ずかしいので、見知らぬ町へとやってきました。さあ、これからどうしようか。男はふと、狼にもらった眉毛をかざして、道行く人を見てみました。すると、道行く人が、 みんな動物の姿に見えたのです。綺麗な着物を着て歩いている美しい女の人は人を騙す狐に。店に人を呼び込む商人は欲張りな狸に。道の真ん中を威張って歩く侍は獰猛な熊に。 女の人に声をかけている若者は頭の悪いイノシシでした。この狼の眉毛には人の本性を動物に例えて見せるのか。男がびっくりしていると、道の向こうから町一番の長者が やってきました。この長者は、狼の眉毛で見ても、まともな人間に見えます。ほう、狼の眉毛とは、珍しいものを持っておるの。どうやって手に入れたか、よければ教えてくれないか。はい、実は、 男は今までのことを長者にすべて話しました。すると長者も男と同じように人に騙されて無一文になり、生きる気力をなくして山で狼に食べられようと思ったところ、男と同じように狼の眉毛をもらったそうです。 そして、この町にやってきて商売を始め、狼の眉毛のおかげで、人に騙されることなく、商売を成功させて、町一番の長者になったそうです。長者は話を終えると、男に言いました。ところで、 お前さんの持っている狼の眉毛を少し貸してはもらえぬか男が眉毛を渡すと、長者は狼の眉毛をかざしてあたりを見回しました。おやおや、周りは動物だらけだが、お前さんはまっとうな人間のようじゃ。 長者は、狼の眉毛を男に返すと、にっこり笑って言いました。お足には、年頃の一人娘がおって、お前さんのように、心の正しい人間を婿に迎えたいと思っていた。どうじゃ、娘の婿になってはくれまいか。 こうして男は、長者の娘婿になって、長者から商売を引き継ぐと、狼の眉毛を使って、人に騙されることなく、商売を、長者以上に成功させて、幸せに暮らしました。おしまい。 千里の靴。昔々、あるところに、とても貧しい親子が住んでいました。母親は三人の息子のために、寝る間も惜しんで働きましたが、暮らしは一向に楽になりません。 そこで母親はある日、息子たちを家から連れ出すと、山奥へ入っていきました。お母、どこへ行くだ子供たちが尋ねると、母親は、いいとこへ連れて行ってやるから、と答えるだけです。 そして、森の奥まで来ると、ここでじっと待ってろや。うまい木の実を取ってやるから。と、そういうなり、堪忍、堪忍なと、逃げ出してしまいました。そうとも知らずに、 待っていた子供たちは、日も暮れて心細くなってくると、おかーと母親を呼んで泣き出しました。その時、末っ子が二人の兄を慰めました。兄さん、あそこに家の明かりが見えるよ。 行ってみようよ。末っ子がべそをかく兄たちを引っ張って家へ行ってみますと、ひどいあばら屋におばあさんが一人いろりに火をくべています。道に迷って帰れんから止めてくれ。末っ子が頼みますとおばあさんは 慌てて言いました。止めてやりたいが、ここは鬼の家じゃ。鬼が帰ってくれば、お前らは取って食われるぞ。その時、鬼の足音が家の方に近づいてきたのです。仕方ねえ、早く隠れろ。おばあさんが、 急いで三人の子供を隠しますと、家に入ってきた鬼が鼻をひくひくさせて言いました。くせえ、くせえぞ。家が人間くせえ。誰かいるのかああ、実はさっき人間の子が三人やってきたけど、あんたの足音を聞いて逃げ出したよ。 おばあさんが答えると、鬼は人かけ千里の靴を履いて表へ飛び出しました。さあ、今のうちに逃げるんだよ。その隙におばあさんは子供たちを裏口から逃がしてやりました。ところが、子供たちの逃げ出した道は、 鬼の駆け出した道と一緒だったのです。やがて子供たちは走り疲れて寝ている鬼を見つけました。うわあ、鬼だ鬼だ、どうするべ。兄たちはうろたえましたが、末っ子は落ち着いて鬼の足から千里の靴を脱がせると、 それを二人の兄の足に履かせて、自分は兄たちの背中に捕まりました。千里の靴なら、片方ずつでも早く走れるはず。さあ家に帰ろう。弟が兄たちに言うと、二人の兄は足を交互に動かして駆け出しました。 その物音に鬼は目を覚ましましたが、片方ずつでも飛ぶように走っていく子供たちを追いかけることはできません。こうして三人の子が無事に家に着くと、母親は驚き、そして涙を流して喜びました。ごめんね、もう二度と。 お前たちを捨てたりはしないよ。子供たちは次の日から千里の靴を使って荷物を運ぶ仕事を始め、やがて大金持ちになったということです。おしまい。お豆腐ください。 昔々、あるお寺に、忘れんぼうの小僧がいました。ある日のこと、おうさんが、お豆腐を買ってこいと小僧に言ってから、こう付け加えました。お前は忘れんぼうだから、お豆腐、お豆腐と言いながら、買いに行くといい。 わかりました。お豆腐ですね。小僧さんは、おしょうさんに言われた通り、お豆腐、お豆腐、と言いながら、道を歩いて行きました。ところが、途中に小さな川があったので、小僧さんは、どこをしょ、と言った 川を飛び越えました。その途端、小僧さんの声が、どっこーしょ、どっこーしょ、に変わってしまいました。お豆腐屋さんに着くと、小僧さんは言いました。どっこーしょ、ください。ああ。 お豆腐屋さんは首をひねりました。いくら考えてもお豆腐屋さんにどっこう書は売っていません。お寺に帰ってもう一度聞いておいで。小僧さんは仕方なくお寺に戻った。 で行きました。おしまい。売り盗人。むかーしむかし、カジャドンという売り作りの名人がおりました。今年もまた大変よくできて、 どれも大きく、形もいいし、色艶も上々です。おまけに、その美味しさときたら、ほっぺたも落ちそうなほどです。いやこれはありがたい。と、大喜びしていましたが、さあ大変。誰かが、 舞よ舞よ、カジャドンの畑に忍び込んで、大事なウリを盗んでいきます。それも、選びに選んで、よく売れた大きなやつばかりよ。さてもさても憎いやつじゃ、せっかくのウリを、こう次々と取られてはかなわん。 見張り小屋を作って見張っていましたが、あくる朝に調べてみると、また、盗まれています。狐や狸の仕業ではありません。これは確かに人の足跡じゃ、なんとか一工夫せにゃならん。えー、っと、えー、っと。 カジャドンは、あれやこれやと考えたあげく。おうそうじゃ。相手が人ならば、それがよかろう。にこっと笑って、さっそく仕事に取りかかりました。まず、自分の背丈ほどもある大きなわら人形をこしらえて、 それに服を着せ、頭に傘をかぶせると、売り畑へ担いで行って建てました。うん。これでよし。かかしどの畑の番を頼みますぞ。と、かかしに頼んで帰っていきました。これを見た村の衆は、 すすめやカラスじゃおるまいし、人間が盗むというに、ここしに番をさせて何になろう。売りぬすっとがやってきてもポカンと見ておるのが石の山というもんじゃ。カジャドンは知恵者と思うたが、無駄なことをするもんじゃ。あははは。 あっちでもこっちでもわない。ところが、カジャドンの方は、ありがたや、村の衆が笑うてくれたおかげで、今夜はうまくいくぞ。と、ホクホク顔です。そうこうするうちに、夜になりました。夜もだんだん吹けてきて、空には、 星一つありません。泥棒には持ってこいの夜です。思った通り夜中になると黒い影が現れました。そろりそろりと四つんばいでカジャドンの畑の中に忍び込むと なるほど。これは村の衆の言う通りじゃ。確か、かかしの立っておるこのあたりが、特別売りがようなっておる。なんとも良い匂いじゃ。うまい匂いじゃ。うひひひひひ。と、手探りで一つ取って味見していると、いきなり、背中をぽかり。なっ なんじゃあたりをきょろきょろ見ていると、今度はお尻をぽかり。叩かれた後ろを見てみると、なんとかかしが動いています。そして、そのかかしがいきなりげらげらと笑い出しました。お,お、おばけ 泥棒は慌てて逃げ出しましたが、うりにつまずいてすってんころりん。いやい、おらが畑のうりぬすっとめ。かかしはあっという間に泥棒を捕まえました。そしてかかしは大声で、おーい、村の衆、捕まえたぞ。 わめきたてると、あっちからもこっちからも、村の衆が走ってきました。おう、かじゃどん、うりぬすっとを捕まえたのか。なあに、かかしどんが捕まえたのじゃ。言われて、村の衆はびっくり。 なるほど。お前は、かかしのカジャドンじゃ。そうじゃ。苦労なってからは、わしがかかしになっておったのじゃ。えへへへへへへ。カジャドンも村の衆も、大笑いしました。おしまい。 五郎とカケむかしむかし、太郎と次郎と五郎という三人の兄弟がいました。ある日、父親が三人に言いました。 そろそろこの家を誰に継がせるか決める時期だが、誰に継がせるのが良いのかわからん。そこでお前たちはこれから三年の間、役に立つことを習ってこい。一番役に立つことを覚えてきたものに家を継がせよう。そこで三人は家を出て行きました。 長男の太郎は弓の名人に弟子入りをしました。次男の次郎は絵星作りの名人に弟子入りをしました。絵しとは偉い人の被る帽子のことです。三男の五郎は野原に住む貧乏なおばあさんと出会い、 おばあさんが苦労をして生活しているのを知ると、おばあさんの生活を助けるために、おばあさんと一緒に暮らしました。三年間、おばあさんの世話をしたゴロは、おばあさんに小さな欠けたおわんをもらいました。 働いたおはかけたいおけごろーは家に帰る途中でもらったかけわんを捨てましたところがかけわんはごろごろと転がりながらごろを待てごろを待てとごろを追いかけてきて ふところに飛び込んだのです。五郎は気味悪くなって、お寺の石段の隅に掛け碗を置くと、おもしに上から石を乗せました。そして逃げるように走り出しますが、掛け碗はごろごろと転がりながら、ごろ待て 五郎待てと、五郎を追いかけてきて、懐に飛び込んだのです。どうもこの掛け腕には、不思議な力があるに違いない。そう思った五郎は、掛け腕を持って家に帰りました。さて、五郎が家に帰ると、 太郎も二郎もすでに戻っていました。父親は村の長者も呼んで、三人の息子が何を習ってきたのかを尋ねました。まずは太郎が答えます。私は弓を射ることを習ってきました。次に二郎も答えました。 私は、えぼしよりを習って参りました。上の二人は、立派なことを習っていましたが、ゴロは、おばあさんと一緒に暮らしていただけなので、何も習っていません。困ったゴロが、口をもおもごさせていると、懐に入れた掛け碗が、 ゴロの声で答えました。私は泥棒を習ってきました。なんだとよりにもよって泥棒とは。お父さんは怒りましたが、長者は笑いながら言いました。それならゴロウ、今夜うちの屋敷から。 金の箱を盗んでみなさい。見事盗めたら、金の箱をやろう。しかし盗めなかったら、泥棒としての罰を受けるのだぞ。五郎の代わりに、かけわんが答えました。わかりました。もし盗めなかったら、泥棒としての罰を受けましょう。 その夜は雨でした。ゴロウは長者の屋敷の前で呆然と立っています。どうしよう、俺、泥棒なんてしたことないのに。長者の屋敷では屋敷に入ってきたゴロウをすぐに捕まえられるように。 明かりをつける火打ち石や火吹きだけを持った使用人が屋敷を守っています。しかも雨が傘を打つ音がバラバラと響くので、五郎がどこにいるのかすぐにわかってしまいます。五郎は懐の掛け碗に尋ねました。 おい、どうするんだ。このまま屋敷に入ったらすぐに捕まってしまうぞ。すると、懐の掛け腕がとなるように言いました。俺を屋敷の中に放り込め。うん、わかった。五郎が掛け腕を屋敷に投げ込むと、掛け腕は 使用人たちが持っている皮膚けを笛に変え、火打ち石を金に変えました。そして、掛け腕は縄を見つけると、長者夫婦をあっという間に縛り上げてしまったのです。泥棒だ早く捕まえろ 早く明かりをつけろ長者の言葉に、使用人が火打ち石で明かりをつけようとしたところ、チンチロリン、チンチロリン、と、火打ち石にすり替えられた鐘が鳴りました。そして、使用人が火吹きだけを吹くと、火吹き岳は、 笛になっているので、ピーヒョロロ、と、賑やかになりました。チンチロチンチロリン、ピーヒョロ、ピーヒョロロ。まるで、お祭りのような騒ぎです。何を遊んでいる早くつけろ早くつけるんだ 長者は早く明かりをつけろと言っているのですが、それを聞いた馬の番人は、金の箱を馬につけるのだと勘違いをして、大急ぎで馬に金の箱をつけました。旦那様、金の箱を馬につけました。 馬の番人が長者に伝えようと駆け出したその時、掛け腕が馬の手綱を引いて、屋敷の外へ飛び出したのです。突然、屋敷から飛び出してきた金の箱を乗せた馬と掛け腕に、五郎は何が起こったかわからず、おろおろとしています。 そこへ、使用人に縄を解いてもらった長者が、使用人と共に現れました。なんと長者は悔しがりましたが、すぐに、にっこり笑うと、ゴロに言いました。ゴロン、見事じゃ。約束通り。 その金の箱はお前にやろう。そしてお前が家を継げるよう、親父様にわしが口添えをしてやろう。だが、泥棒はこれっきりじゃぞ。その後、長者の口添えで五郎が家を継ぐことになったのですが、五郎は家を継ぐのを、 太郎と二郎に譲り、長者にもらった金の箱と掛け腕を持って野原のおばあさんのところへ行きました。そして掛け腕とおばあさんと一緒に幸せに暮らしたということです。おしまい。 おかみすりむかしむかしあるやまでらにとてもばか正直なこぞうさんがおしょうさんとふたりですんでいましたあるひのことこぞうさんがそうじをしているとおしょうさんがかえってきました おしょうさま、おかえりなさい。おほん。掃除は隅から隅まで丁寧に時間をかけてな。くれぐれもすぐに終わってはいかんぞ。おしょうさんはそう言うと、自分の部屋へ向かいます。そのとき、おしょうさんは財布を落としましたが、気がつきませんでした。 このごろのお坊さんは、魚を食べてはいけない決まりになっていました。ところが、このおしょうさん、川魚のあゆが大好物です。だから、今日も一人で、こっそりあゆを食べようと、小僧さんに会いたのでした。まったく、 アという魚は、姿といい香りといい味といい、天下一品じゃ。おしょうさんは、懐から取り出したアを見て、にんまりです。その時、障子が開いて、小僧さんが顔を出しました。おし様、ま、財布を、 あれお嬢様は、魚を食べているのですかいやその、こ、これは魚じゃないぞ。では、何ですかうん。これはな、オカミすりというもんじゃ。オカミすりって、 あの、頭を反るときのでござりますかそうじゃ、わしはこのオカミ釣りが大好物でのう。おしょうさんはそう言い訳をすると、美味しそうに鮎を食べました。さて、次の日、こそうさんは、 法事に出かけるおしょうさんのお供をすることになりました。そうだ、いただいた傘を持って行って、大事にしているところを見せんとな。雨も降っていないのに、おしょうさんは小僧さんに傘を持たせました。では行くぞ。はーい。 おしょうさんの乗った馬の跡を、小僧さんは傘を抱えてついていきます。小僧や、川だ。馬に乗ったおしょうさんが大きな川を渡ると、小僧さんも一生懸命に追いかけました。小僧さんがふと川の中を見ると、 たくさんのアユが泳いでいるではありませんか。小僧さんは前を行くお嬢さんに大声で言いました。お嬢様、いつも食べておられるおかみすりがたくさん泳いでおりますよ。お嬢様好物のおかみすりが。それを聞いた旅人が、 おかしそうに顔を見合わせました。おしょうさんは慌てて言いました。バカ者、何を寝ぼけておる。さあ、急ぐぞ。あ、はい。それからおしょうさんは、後をついてくる小僧さんに、こう言いました。 いいか、何があっても余計なことは言わずに、黙ってついてこい。はい。小僧さんは首をかしげましたが、黙ってお嬢さんの後をついて行きました。しばらくすると、また川がありました。小僧、川に物を落とすでないぞ。 そういうおしょうさんが、川の途中で、タバコ入れを落としました。あ、タバコ。言いかけた小僧さんは、慌てて口を押さえると、流れるタバコ入れを、見送りました。危ない危ない。おしょうさんに、何が起きても黙ってついてこいと、言われたばかりだ。 しばらくすると、馬から降りたおしょうさんが言いました。小僧よ、ここらで一服をしよう。道端の石に腰掛けたおしょうさんが、タバコ入れを探しました。はて、タバコ入れがないぞ。お前、落ちたのに気づかなかったか はい、それが、タバコ入れは二つ目の皮でぽちゃんと落ちて、ぷかぷかと流れていきました。なんと、それならなぜすぐに拾わないんだ。はい、拾おうと思いましたが、おしょうさんに何が起きても黙ってついてこいと言われたので、おしょうさんは、 小僧さんを怒鳴りました。バカ者これからは馬から落ちたものがあったら何でも拾うんだいいなおい一休みをした二人はまた出発しました。報じのある家まではまだまだ長い道のりです。 そのうち、おしょうさんが乗った馬のお尻から、ぽた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 と、糞が落ちました。それを見た小僧さんは、おしょうさんの言葉を思い出し、そうだ、馬から落ちたものは何でも拾わないと。と、持っていた傘を広げて、落ちてくる糞を受け止めました。 ほい。いや、これよ。次から次へと落ちてくるぞ。その声に気づいて、後ろを振り向いたおしょうさんは、小僧さんが傘を広げて、馬の糞を受け止めているのを見て、びっくりです。バカ者大切な傘でそのものを拾うな 全部川に捨ててこい。でも、馬から落ちたものは何でも拾えと、お嬢様が。馬鹿正直にも程があるわ。いいから全部捨ててこい。はーい。小僧さんは川の方へ走っていくと、川で傘を洗いながら、首をかしげました。 おしょうさまが言う通りにしているのになんで叱られるんだろう。そのとき、きれいに洗った傘の中に、川を泳いでいたあゆが入ってきました。川岸で見ていたおしょうさんは、そのあゆが欲しくてたまりません。見事なあゆじゃ。 小僧のやつ、あのまま愛を持ってこいよ。お嬢さんがそう思っているのも知らず、小僧さんは、綺麗なおかみすりだ。けど、お嬢さんは全部捨ててこいと言っていたから。そうだ、全部なら、傘も捨てないと。というと、大切な傘も、 川に捨ててしまいました。それを見たおしょうさんは、がっかりです。ああ、わしの大好物のあゆばかりか、大切な傘まで捨ておるとは、とほほほ。傘はどんどん流れていって、ついに、見えなくなりました。 おしまい。狼の眉毛。昔か,かあるところに、とても心優しい男がいました。心優しい男は、悪い人に騙されて借金を背負い、 とても貧乏な暮らしをしています。食べるものを買うこともできなくなった男は、ちょうど夕ごはんが終わった頃になると、近くの家へ鍋を借りに行くのでした。たびたびすみませんが、鍋を貸していただけませんか かまわないけど、まだ鍋を洗っていないんだ。もう少し待ってくれるか。いえ、おかまいなく、こちらで洗ってお返ししますから。こうして、男は、まだ洗っていない鍋を借りては、きれいに洗って返しに来るのです。ある日のこと。 男があんまり鍋を借りに来るので、鍋を貸した家の人がこっそり男の様子を見に来ました。すると男は洗っていない鍋にお湯を注いで鍋をこすり、その洗い汁を夕ご飯に飲んでいるのでした。 そのことは村中に広まり、どの家も鍋を貸してくれなくなりました。子供たちにも、いやーい貧乏人、いやーい鍋こすり、と悪口を言われる始末です。男は自分の生活が情けなくなりました。 子供たちにからかわれても仕方がない。人様が食べた後の鍋をこすって生きているなんて、なんと恥ずかしい生き方だろう。これ以上、恥をさらしながら生きたくない。男は、今まで鍋を貸してくれた家々に、お別れの挨拶に行きました。 今までお鍋を貸してくださってありがとうございました。私はこれから遠いところに旅立ちます。お目にかかるのもこれで最後ですが、今までよくしてくださったご恩は決して忘れません。すると最後に鍋を貸してくれた男が、 鍋をこすって洗い汁を飲んでいると村中に言いふらした男が自分のしたことが気まずくなって男にお米を分けてくれました。男は頭を深く下げるとそのお米をありがたくいただきました。 家に帰った男は人生最後の食事だともらったお米でおにぎりを作りました。このあたりの山にはひと食い狼がいると言われています。男は狼に食われて自分の情けない人生を終わりにしようと思ったのです。 その日の真夜中、男はおにぎりを持って山を登ると、大きな木の下に座り、人生最後の食事のおにぎりをゆっくりと味わいました。そしておにぎりを食べ終わると、大きな声で叫びました。 狼よ、わしは人様のお鍋の洗い汁を飲むような情けない男だ。これ以上、もう生きとうない。どうかわしを食ってくれ。すると、周りの草むらがガサゴソと音を立てました。狼が来てくれたか。 男は目をつぶると、狼が食べやすいように、大の字になって寝ました。ガサゴその音がだんだん近づいてきて、男の周りを取り囲みます。いよいよわしの人生は終わりだな。できれば痛くないように食ってくれよ。 しかし、狼たちは、男を食べるどころか、その場から離れようとしています。男は目を開けると、立ち去ろうとする狼たちに言いました。狼を、わしを早く食ってくれ。わしは生きていても仕方がない男だ。すると、 一匹の立派な狼が男の前に現れて、男に人間の言葉で言いました。我らが食べるのは心の悪い人間だけだ。お前は貧しいが、その心はとても優しい。だから我らはお前を食べない。 でも、わしはこれ以上生きとうない。情けない生活は嫌じゃ。男が泣きながら狼に言うと、立派な狼は自分の眉毛を一本抜いて男に差し出しました。この眉毛をやるから自分の村に帰れ。 バナオオカミは仲間と一緒にどこかへ行ってしまいました。ああ、わしは村人たちだけでなく、オオカミにも嫌われたか。男は仕方なくオオカミの眉毛を持って山を下りると。 自分の村に帰るのは恥ずかしいので、見知らぬ町へとやってきました。さあ、これからどうしようか。男はふと、狼にもらった眉毛をかざして、道行く人を見てみました。すると、道行く人が、 みんな動物の姿に見えたのです。綺麗な着物を着て歩いている美しい女の人は人を騙す狐に。店に人を呼び込む商人は欲張りな狸に。道の真ん中を威張って歩く侍は獰猛な熊に。 女の人に声をかけている若者は頭の悪いイノシシでした。この狼の眉毛には人の本性を動物に例えて見せるのか。男がびっくりしていると、道の向こうから町一番の長者が やってきました。この長者は、狼の眉毛で見ても、まともな人間に見えます。ほう、狼の眉毛とは、珍しいものを持っておるの。どうやって手に入れたか、よければ教えてくれないか。はい、実は、 男は今までのことを長者にすべて話しました。すると長者も男と同じように人に騙されて無一文になり、生きる気力をなくして山で狼に食べられようと思ったところ、男と同じように狼の眉毛をもらったそうです。 そして、この町にやってきて商売を始め、狼の眉毛のおかげで、人に騙されることなく、商売を成功させて、町一番の長者になったそうです。長者は話を終えると、男に言いました。ところで、 お前さんの持っている狼の眉毛を少し貸してはもらえぬか男が眉毛を渡すと、長者は狼の眉毛をかざしてあたりを見回しました。おやおや、周りは動物だらけだが、お前さんはまっとうな人間のようじゃ。 長者は、狼の眉毛を男に返すと、にっこり笑って言いました。お足には、年頃の一人娘がおって、お前さんのように、心の正しい人間を婿に迎えたいと思っていた。どうじゃ、娘の婿になってはくれまいか こうして男は、長者の娘婿になって、長者から商売を引き継ぐと、狼の眉毛を使って、人に騙されることなく、商売を、長者以上に成功させて、幸せに暮らしました。おしまい。 千里の靴。むかしむかし、あるところに、とても貧しい親子が住んでいました。母親は、三人の息子のために、寝る間も惜しんで働きましたが、暮らしは、一向に楽になりません。 そこで母親はある日、息子たちを家から連れ出すと、山奥へ入って行きました。お母、どこへ行くだ子供たちが尋ねると、母親は、いいとこへ連れて行ってやるから、と答えるだけです。 そして、森の奥まで来ると、ここでじっと待ってろや。うまい木の実を取ってやるから。と、そういうなり、堪忍、堪忍なと、逃げ出してしまいました。そうとも知らずに、 待っていた子供たちは、日も暮れて心細くなってくると、おっかーと母親を呼んで泣き出しました。その時、末っ子が二人の兄を慰めました。兄さん、あそこに家の明かりが見えるよ。 行ってみようよ。末っ子がべそをかく兄たちを引っ張って家へ行ってみますと、ひどいあばら屋におばあさんが一人いろりに火をくべています。道に迷って帰れんから止めてくれ。末っ子が頼みますとおばあさんは 慌てて言いました。止めてやりたいが、ここは鬼の家じゃ。鬼が帰ってくれば、お前らは取って食われるぞ。その時、鬼の足音が家の方に近づいてきたのです。仕方ねえ、早く隠れろ。おばあさんが、 急いで三人の子供を隠しますと、家に入ってきた鬼が鼻をひくひくさせて言いました。くせえ、くせえぞ。家が人間くせえ。誰かいるのかああ、実はさっき人間の子が三人やってきたけど、あんたの足音を聞いて逃げ出したよ。 おばあさんが答えると、鬼はひとかけ千里の靴を履いて表へ飛び出しました。さあ、今のうちに逃げるんだよ。その隙におばあさんは子供たちを裏口から逃がしてやりました。ところが子供たちの逃げ出した道は、 鬼の駆け出した道と一緒だったのです。やがて子供たちは走り疲れて寝ている鬼を見つけました。うわあ、鬼だ鬼だ、どうするべ。兄たちはうろたえましたが、末っ子は落ち着いて鬼の足から千里の靴を脱がせると、 それを二人の兄の足に履かせて、自分は兄たちの背中に捕まりました。千里の靴なら、片方ずつでも早く走れるはず。さあ家に帰ろ。う。弟が兄たちに言うと、二人の兄は足を交互に動かして駆け出しました。 その物音に鬼は目を覚ましましたが、片方ずつでも飛ぶように走っていく子供たちを追いかけることはできません。こうして三人の子が無事に家に着くと、母親は驚き、そして涙を流して喜びました。ごめんね、もう二度と。 お前たちを捨てたりはしないよ。子供たちは次の日から千里の靴を使って荷物を運ぶ仕事を始め、やがて大金持ちになったということです。おしまい。お豆腐ください。 昔々、あるお寺に、忘れんぼうの小僧がいました。ある日のこと、おうさんが、お豆腐を買ってこいと小僧に言ってから、こう付け加えました。お前は忘れんぼうだから、お豆腐、お豆腐と言いながら、 買いに行くといい。わかりました。お豆腐ですね。小僧さんは、おしょうさんに言われた通り、お豆腐、お豆腐、と言いながら、道を歩いて行きました。ところが、途中に小さな川があったので、小僧さんは、 どっこーしょと言って川を飛び越えました。その途端、小僧さんの声が、どっこーしょ、どっこーしょに変わってしまいました。お豆腐屋さんに着くと小僧さんは言いました。どっこーしょ、ください。 ああお豆腐屋さんは首をひねりました。いくら考えてもお豆腐屋さんにどっこう書は売っていません。お寺に帰ってもう一度聞いておいで。小僧さんは仕方なく お寺に戻って行きました。おしまい。